皆さんこんにちは、健康づくり課の藤井です。今回の生き生き健康情報は高齢者のお口の健康をテーマにお送りいたします。お話を伺うのは松阪地区歯科医師会の下里武美先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが藤井さん、おじいちゃんやおばあちゃんにはいつまでも元気にいてほしいですよね。そうですね。いつまでも生き生きと過ごすためには心と体の健康が大切です。口は体のほんの一部と思うかもしれませんが、お口の健康はとても大切なんです。ただ年を重ねるごとにお口の中には変化が生じます。どんな変化ですか？長年食事で歯を使ってきたこともあり、歯がすり減っています。また歯茎は下がっていきます。歯茎が下がると歯の根っこの部分が露出して虫歯ができやすくなります。またその部分に歯垢や歯石が付着し、歯茎も腫れやすくなります。他にはどんな変化がありますか？唾液の分泌が減少し、口の中が乾燥します。これをドライマウスと言いますが、ストレス、服用している薬剤の影響、噛む力の低下なども原因となります。ドライマウスは最近よく耳にすることがあります。高齢者はお薬を飲んでいる方も多いですよね。そうですね。唾液の分泌を抑える可能性がある薬剤としては海洋治療薬、高圧剤、抗うつ剤、パーキンソン病治療薬、抗ヒスタミン剤、鎮静剤、睡眠薬、利尿薬などがあります。いろいろとありますね。そうなんです。そしてこのドライマウス、口の中が乾燥することで口や喉が渇いたり、食事が取りにくくなったり、発音がしにくくなったりします。パンやおせんべいを食べた時って飲み込みにくい時がありますよね。そうなんです。飲み物がないと飲み込みにくい、あの感じです。ドライマウス以外にも食事の味を感じにくくなったり、発音がしにくくなったりします。入れ歯を入れている方は入れ歯の安定にも関係します。唾液の分泌が減ると困ったことがいっぱい起こるんですね。唾液はよく噛んで食事をすると分泌が促進されます。そのためにも歯のトラブルは放置せず、歯科医院で最後まできちんと治療を完了し、しっかりと噛めるようにしましょう。痛みが和らいだり、かぶせ物や入れ歯が入ったりした時点で通院をやめてしまう方もいらっしゃいますが、歯科医師の指示に従い定期的に歯科医院を受診することをお勧めします。痛みが治まったり、入れ歯やかぶせ物が入ったりすると治療が終わったと勝手に判断してしまいがちですね。痛みは再発しない方がいいですよね。せっかく入れたかぶせ物や入れ歯も長く安定して使えた方がいいですよね。そのためにも自己判断はやめた方がいいですね。その他に高齢者のお口の健康について特徴的なことはありますか？はい、虫歯や歯周病といった問題に加えてお口の働きに関するトラブルも起こることがあります。お口の働きとは具体的にはどのようなことですか？大切な働きの一つに嚥下があります。嚥下は食べ物を噛みつぶしてそれを飲み込む力のことですが、この嚥下の機能が低下している方がいます。うまく食事ができなくなるわけですから、栄養がうまく取れず健康に影響が出てしまうかもしれません。さらには嚥下機能が低下することで本来胃に到達するはずの食べ物や飲み物、唾液などが気管に入ってしまうことがあります。本来ならそれらを取り除こうと咳き込んだりします。でもそれらが肺に入って炎症が起きてしまうことを
誤嚥性肺炎と言います。誤嚥性肺炎、聞いたことがあります。最近耳にすることも多いと思います。この誤嚥性肺炎、日本人の死亡原因の上位を占めています。またお口の中をきれいに管理できていないと、たくさんのばい菌が存在することになります。すると誤嚥性肺炎のリスクも高まります。それはすごく心配ですね。そうですね。まずは口腔ケアで清潔に保ち、口腔内細菌数を減らすことで誤嚥性肺炎の発生率を下げる効果が期待できます。お口を清潔に保つことは、虫歯や歯周病の予防だけではなく、誤嚥性肺炎の予防のためにも大切なんですね。はい。そして飲み込みの機能を維持・向上することも大切です。しっかりと噛めると唾液の分泌が促進され、食べ物の消化を助ける、そして十分に栄養が取れるといった好循環を生み出せます。さらには脳が活性化し、運動機能が向上することで介護予防につながります。お口の働きがお互いに関係して、相乗的に生活の質の向上につながるんですね。そうなんです。逆にきちんと噛めないと硬いものを避けるようになります。すると自分では意識しないうちに柔らかいものだけに偏った食生活になり、噛む力が低下してしまいます。結果的に栄養の不足、運動機能の低下などにつながります。運動機能が低下するとちょっと外出するのも億劫になり、家に閉じこもりがちになったりします。なんだか悪循環ですね。負のサイクルに陥ってしまうというか。そうなんです。それが続くと介護が必要な生活につながりかねないんですね。ですから噛む力をしっかり維持しましょう。しっかり噛んで食事ができれば、食べ物の吸収が良くなり体力も高まります。気持ちも元気になって表情も豊かになります。お口の機能は単に食事の入り口ではなくて、健康のための入り口でもあるんですね。そうですね。私たちが日頃当たり前のようにしている食事ですが、いつまでも美味しく食事ができるということが何よりも大切だと思います。それができなくなった時に初めてその大切さがわかると思います。そうならないよう日頃からお口の健康には気を配ってほしいですね。そうですね。今日は高齢者のお口の健康について下里先生にお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。松阪市健康マイレージは、松阪市が三重県と連携し、市民の皆さんの健康づくりを応援する取り組みです。令和2年9月1日火曜日から令和3年2月26日金曜日まで実施しています。ポイントを貯めて申請すると、三重とこわか健康応援カードと交換できます。このカードを県内の特典協力店で提示すると、特典を受けることができます。また申請と同時に豪華商品が当たる抽選にも参加できます。こちらのチャレンジシートはご覧の施設で配布しています。詳細は健康センターハルルまでお問い合わせください。皆さんのご参加お待ちしてます。